パーキンソン病は症状が進むと寝たきりになってしまいますが、早期治療でより良い状態を長く維持することができます。週刊健康マガジン、今夜のテーマはパーキンソン病の治療についてです。長崎大学病院の宮崎先生にお話を伺います。パーキンソン病は薬で症状を和らげることができます。パーキンソン病は脳内のドパミンが足りなくなることにより症状が出る病気です。そのためドパミンを補完するさまざまな薬が作られています。治療の主体は飲み薬で、脳内でドパミンに変換されるエルドパ合剤、ドパミンと似た作用を持つドパミン受容体作動薬、体内や脳内でのドパミンの分解を防ぐコムト阻害薬やマオビー阻害薬などがあります。この他にも新しい薬が開発され続けています。薬によって効き方や効く時間が違うため、飲み方をよく確認して服用してください。症状が突然強くなる人には、一時的に症状を良くするための注射薬を投与する場合があります。また手術などで薬が一時的に飲めない場合は点滴を使います。その他、病気が進行し飲み薬では症状がうまく抑えられなくなってきた人のうち、一部の人にはお腹に管をつなぎ腸内に直接ゆっくりと薬を投与し続ける方法や、脳に針型の電極を植え込み電流で脳を刺激する治療などを行います。これらの治療は症状が軽いうちから行うものではなく、誰にでも効果があるわけでもありません。主治医と十分に相談した上で治療法を選択してください。医師に相談せずに薬を減らしたりやめたりすると、高熱が出て体が非常に硬くなり、脈拍、呼吸、意識が不安定となることがあります。これを悪性症候群といい、非常に危険な状態に陥る場合もあります。自分の判断で薬を減量、中止してはいけません。パーキンソン病を治療していて気になることがある方は、必ず主治医に相談してください。週刊健康マガジン、次回は長崎三枚チャレンジについてお送りします。